みんな見てくれた波動波動波動アイドル踏みじゅりが頑張ってた私も見てましたうるさいぐらいにツイートしてたからわかると思うけど <laughs> 朝から長野に行って夕方に新潟に戻って仕事大変だ頑張れ2425が連休やったけど消えちゃったあらまあ見た見た すごいね一回落ち帰ってきてから外行こうと思ってたんだけど無理だった眠たくてだからやめたちえさんこんばんめいこんばんめいいわちゃんこんばんはいラジオも聞いた嬉しいありがとうめいちゃん,こん,ん,こ,ん,んこんばんはいこんばんはいこんばんはありがとうございますさらめいです今日は雨込みストレートです プレミアム会員、すごい。マジありがとう。リーダー参戦だね。いや、なんかみんな結構メイササで見たいみたいな。メイちゃんが無双してるところが見たいみたいな。攻撃に特化してるとこが見たいみたいな。言ってたけど、みんな大事なこと一つ忘れてよ。私、ゲームオンチアで。体力とかにはめちゃめちゃ自信があるけど、あの、機械が入ってくると結構私、 ゲーム苦手だから多分ちょっと危ない気がするちょっと参戦はあの他の子から <laughs> 回してもらって私結構ツイートばっかしてる方が見てる方が好きなので私も結構ゲームでも自分がやるんだったら多分もう段数上げてスピード上げてもうシールド貼らずに自分でよけれども自力よけ メイちゃん昨日はごめんよタコちゃんありがとう昨日来てくれたのに会えなくてごめんねメイも申し訳ねえのじかさんこんばん大メイちゃんゲーム苦手なんですよ実は目がかゆい桜うってきたありがとうそれさらゲーム苦手っていうの皆さん覚えといてもらえたらゆうたこんばんはこんばんはメイちゃんゲーム苦手じゃんそうなのよ苦手なの 有料じゃないと聞けないからねでも満足あうしい次12日さとレナ出るからね聞いてねメイちゃん出てよいや出たい気持ちはあるけど私多分あのゲーム多分すごいね得意か不得意か一発でやってすぐ判断できそうなんかやってみたさはあるけど下手くそな気がするなか何かもうおもむろにめっちゃやっちゃいそううわーって 名古屋楽しみにしてね早く会いたい名古屋日本ライブがありますので待ってます初見ですあ今日の朝は初見だもんね水パッパやほーまっつんこんばんはこんばんは急な音楽ユーチューマンドリハローハロー24号ライブ行く気も満々だった休みが消えたから会えないピエンピエンだ一人でとぼとぼ帰ったよ いや本当にさえなんで入れてくれんのって思ってちょっと会場側にちょっとおこだったトークポートの時無言でした最初ねびっくりした今日もやげなんかわいいですなありがとう会いに来てください皆さんヤギちゃんこんばんざいこんばんざいスカジカさんこんばんざい出てほしいけど機械苦手じゃんって思ってたそう苦手なんです私実はだから出るとしたらでも自分が出るとしたら シールドには一切振らないかも。めちゃめちゃ、段数と、数打ち当たる精神で段数と、で見てる感じ、大きさよりスピードの方がやっぱ、大事かなと思ったので、そっちな気がしてましたね。打ちまくるぐらいの気持ちで、いきたいですよね。できることなら。もう、けるのは、あとは身体能力で、なんとかするみたいな。 ゲームと思わず空手と思えばできるああねできるかもしれない会いたすぎて死ぬ死なないであともうちょっとって言ってまでああ,あんこは分かんないどうなったんだろう <laughs> 捨てたかも物理攻撃はダメですよ物理的にあれ攻撃できんくない近くいけないからかわいすぎたのミータンがありがとう敵と取れたからよかったよありがとうえこちらこそだよ びっっくりしちゃった急に注文用紙持った親こさんが来てさ「入れないんだけど」みたいなちょっと言ってくれてえ結構スタッフさんにも掛け合ったけどダメとか言われて何が違うんだろう一人入るぐらいでちょっと思っちゃったおっこメイタンかわいすぎたのでメイタンかわいい言えなかったええー、ありがとう言って言って言葉にしてくれた方が嬉しいじいちゃん強かった いやああいいうところのジュリア強いよね <laughs> 髪型とか言ってくれたのにって悔しかったけど落書き写真楽しみにしててしっかりと写真を撮りましたたらまるこんばんざいこんばんざいあと3日も働くの無理だが <laughs> 3日頑張ろう目も、ね、3日間頑張るからヤホタイヤホタイビー玉 オコの顔可愛くて宿舎しましたお子お子だよお子僕ポう途中にメイタン可愛い珍しく言ってないえー、寂しいじゃん言ったよもう眠くてやばかったあ,あ今日はしっかりとお仕事してきました 最後の大好きマッチメイタン、可愛かいつもみんなにね褒めてもらえて怒られたいです大声大声いや <laughs> 急に怒られたい人が来てる急に怒れって言われてもね怒ることしてないからね素直に言わない人素直に言ってくれた方が嬉しいがじらされてもみたいなこのモムサインいただきました ありがとう私のおしめ身長がでっかくて可愛いんです私のおしめめっちゃ身長大きいかわいいかぼちゃんやほーなんかちょっと半分も寝ててさっき波動始まる前ちょっと寝てたんだけど でも始まったらもう眠気飛んでたよね楽しかっためちゃくちゃ <laughs> なんかめちゃめちゃ先輩とか言われててさあそっかバンザジャパンって結構長いんだそういえばと思いました千人切りの在庫復活してたのでオンラインで購入しましたありがとう楽しんでみてね奈緒君こんばんざいこんばんざい <laughs> この前のチェケの時もトークポットも一回嫌だって言ってるいやいやきや2歳二人とも頑張ってたすごいねすごかったでも戦い方としてはすごいね綺麗だったよね一人が守りに入って一人が攻めまくるみたいな目いささでやってほしいみたいなことをめちゃめちゃ見たんだけど絶対シールド取らないよそしたら <laughs> 全部投げる人になっちゃう 斜面のお金振り込まないとまたキャンセルになる振り込んでー千人切りかゆいなんかめっちゃ千人切りアンコールまでたどり着けない頑張れあれに収録されてないの多分一曲だけだよね明日があるさだけ最後は球が速すぎてシールド貼る暇がなかったね超攻撃型瞬発力が一角して戦ってほしい機械苦手だから めめちゃめちゃゃ練習させてくれないと無理かも <laughs> でもなんか2人が踏みじりがねなんか練習試やった後に結構なんか難しいみたいなやばいですみたいな「え結構応援お願いします」って来たから「あこれ難しいんだあやばいこれ目絶対出られん」と思ったマジ機械苦手なの本当に壊しちゃうあれ多分機械 君ができない途中で泣いて一時停止。千人切りの時が一番痩せてたと思う。私。皆さん改めてこれからもよろしくお願いします。なお君よろしくね。また待ってるよ。ライブとかもいろいろ目がイチゴの髪の毛になってるからね。<laughs> おろし可愛い,い。おろしてる。今日はおろしの気分だった。 みちゃんこんばんはこんばんはありがとう来てくれて,んてん壊しちゃう僕さいや壊しちゃうと思う目機械絶対絶対壊す気がする波動バンザイジャパンで気になっちゃうよ壊しちゃうやばい,いや <laughs> で思ったのがジュリアめちゃめちゃトークできるようになったね <laughs> めちゃめちゃおばさんみたいなのって言うけどお母さんみたいなって言うけど 昔は喋られない印象の方が強かったのにこうやって見るとねすごいしっかりと喋れるようになって成長だなと思いましたこんばんはタカちゃんこんばんはメイタんに会いたいよ会いに来て待ってるよいやババアレよマジああいうの見てるとさなんかメンバー見てるとおばあちゃんみたいな気持ちになる一回産んでるみたいな気持ち でもやっぱりうちの子が一番精神なので、負けたとしてもうちの子が一番でした。はい。<laughs> ちゃんとお話もできて、ちゃんとね、見せ場も作って一番偉かったです。100点ケンケン、こんばんざい、こんばんはいじゃん、ケンケン。<laughs> や、ばばだよ、結構。ああいうの見るとね、すごい。なんか、運動会の。 お母さんのの気持ちちになるうちの子頑張ってるわみたいなあ部活動とかしてるでもあれやってみたいなって思った純粋にえなんかやってみたさはあるけどなんかうーんって感じなんかうまくできる自信はない100点えらいえらい100点満点ですリップ素敵おすごい気づくんだ 言われたから意識して春はちょっとこっちで行こうかなと思って明るめのピンク赤リップです最後整っちゃうんだからそれは成長 <laughs> いやでも最後「ジュリッチです」までやって欲しかったねえありがとうユージュもき綺麗だよどうしたんの急に桜までくれて <laughs> さすが <laughs> が491歳だから466年あとめいちゃんは頑張ってね死んでるねその頃チェキの写真送ってないうん待ってるよ最近のめいちゃんめっちゃ可愛いええー、ありがとう嬉しいどうしたの会いたすぎる早くあとよ4日後 ?11 日の名古屋のライブが2ライブになったので皆さん会いに来てください 気分そんなうまいこと言ってちょっと寝てたから「前髪三ミリを感じ取る以外は分かる」「いや私髪切ったね」とか「髪の色変えたね」とか気付けないタイプの人なのですごいと思う「どうしたの?」って何どうしたの 素直じゃん <laughs> 私がチキに行っちゃうぐらい可愛い何様え嬉しいまた待ってるよちょっと次はお話ししたいね何やっとるんか分からんツイートが最近多いめちゃめちゃ波動の間ツイートしまくっちゃったごめんね通知取ってる人とかいたら多分すごいうるさかっただろうなって思いながら私は自分が髪の毛とか切っても かかんないタイプの人だから人だらが切っても正直本当に分からんからいや自分が別に切ったのに気づかれなくてもうん別に何も思わないタイプです <laughs> うざいとか言うなよ <laughs> 素直ですえ <laughs> うざいとか言うなよ <laughs> 今の楽しみは11日なんだよ早く名古屋来て行きたい早く待っててね 見たんじゃなくて僕が僕が、まあ僕がってことね髪伸びたねって言われたんだけどどうしたら日々生きているからねって言った最近分かったのはめいさんの上目遣いが反則だと思った上目遣いになってる身長かな身長さかな身長土取っているよもちゃんすごく大変でしたごめんねいっぱいやってた 髪色が落ち着いた感じですねそうだねなんか地味に染めてを繰り返してるけどしっかり自分で染めてるんだよ一応でもちょっと落ちるのはやっぱ早いね地染めだとうざいけど好きだからおしめんですお互い素直じゃないからねツイートするのはちょっとやばいやばいの「いいね」は早かったかと。 めめちゃめちちゃゃゃツイートしちゃったなんかあんまりリープも返さない人なので私はあんまりツイッターにで生きてる時間が少ないんですけどでもさっきは波動があったからツイッターで生きてましたラジオとかの時は見ながらやってるからさっきも波動アイドルのタグでこうやってずっとやって。 なんかみんながツイートしてるの見たんだけど1日に3回ツイートしたら多い方だからねもっとちゃんとしようと思いますけど日々でもなんかあんまり SNS が得意じゃないという特性を持っていますすぐ喧嘩するねなんでだろうね喧嘩したいと思ってないんだけど常に喧嘩が欲しいあーっつって <laughs> 別端末で見てたから大丈夫大丈夫名古屋楽しみですねうわタカちゃん来るの終わってからツイートしてた <laughs> めっちゃツイートしたし何ならめ司会の人にコメント呼ばれてる外だったから見ながらツイートができなかったもうお家でしっかりとやりました喧嘩しようやだよ喧嘩はおすすめしない誰のせいだ俺のせい 俺のせいなの平和に行こうよ行くことにしましたおおチャリで待ってるよラバタンこんばんざいこんばんざいメイタンのツイート読まれてたの見てたすごいしかも読まれたやつがけん玉ジュリアけん玉アイドルジュリアちゃんってやつ <laughs> あそこ呼ばれんのみたいな <laughs> めちゃめちゃ覚えてますもん隣の部屋から あけん玉してる音が聞こえる配信固まってたんだよねあの時期けん玉といろんなものが名古屋ついて寝て起きれんかったらすまんなえそれだよマジそれだよえコンかったらマジおこだからメイタゃのツイッター見てそして読まれてたから笑った出す夜から行くでも結構メンバーのコメント呼ばれてててか メンバーが結構さツイートぶわーやってたからなんかすごいよねオタク並みにやってるっていう誰よりも真剣 <laughs> ラジオにしても何にしてもさめちゃめちゃつぶやくからさみん,なみんなの通知撮ってる人とか多分もう携帯やばいことになってんねやろうなみたいな感じ <laughs> 喧嘩しては落ち込んでしまうからやめて。 でも物事ははっきり言うタイプです私はえっ <laughs> メンバー思い仲間なので帰りに一人で後悔しながらいつも帰ってるあーん 反省してるんだ <laughs> そ,は,そは面白いね <laughs> チャリでは行かないけど名古屋にはいますお待ってますねはっきり言ってはっきり言ってるよ常にいつも結構はっきり言ったタイプだから言ってる言ってる反省はするよ <laughs> 偉いじゃん <laughs> でも常反省してるよあ反省って大事だよねうん <laughs> だからねちゃんとしなきゃって <laughs> <laughs> ありがとうメイタなんないでも波動楽しかったですすごいフェミもジュリアもお疲れ様でしたでもね脇痩せってがドヒアとか言ってたけど大丈夫 <laughs> なんかパンドジャパンのねなんかいつもの楽屋の感じが出てたよ「<laughs> 名古屋飯手羽先」 じゃなかったらラベッパンだけとかいかんよそれはそうだよね本当にこの間はありがとうけっけコンチャースケッホームパイの玉料入り宇治抹茶がめちゃくちゃ美味しかったえ食べたーい明日も早いんで寝ます恥ずかしくなってきたの <laughs> 日曜日あおうね待ってるよありがとう今日も大好きだよ味味味味味ありがとう ウジ <laughs> 抹茶ウジ抹茶抹茶食べたいね食べたんだけどさっき玉露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 ,玉露,玉露月末のために頑張るね頑張れ応援してるお仕事。 まずは11日のために頑張れ好き好きありがとう <laughs> 玉露やんね玉露じゃなくて玉露かむずラリルレロやん意外とみんなにね3日間会わないって久々だね次のライブが10日なので待ちしてます次いつ会えるのかのわかんないみんなが会いに来てくれないと目は会えないよ 私は次のライブ十日です。かわいいありがとう。今日の目はこちら。みけんたん。うん <laughs> <ぱ>。やぽ。めっちゃ抹茶で美味しかった。<laughs> いいね。いいね。いいね。 抹茶いいねレにも言ったっ抹茶大好き甘いもの食べたい実はクッキーがあるまだ食べてない期間限定のおおいいね期間限定10日は神田と神田明神会いに来てね来てくれる人いるかな土曜日魚は 焼き、き煮つけ、生どれが好きああ焼きと生が好き煮つけよりも焼きの方が好きだし基本はでも目はあのお刺身が好きだから生が一番好きかもしれん生煮つけじゃなくて生焼き煮つけでも魚の種類によっては逆転するのはある昨日ちょっと話したんだけど石川県の 有名なのどぐろとかは塩焼きが一番好きだったりとか <laughs> 結構物によるハタハタとか煮つけの方が美味しいよねちょっと先だけど5月1日にはいけるセレネセレネそうじゃん1日セレネも入ったねセレネからのクライマックスやから待って野外その頃には花粉がちょっとは収まっててほしいけど。 煮つけだと目は甘辛いのが好きです甘辛い煮つけ醤油ベースよりも醤油みりんベースのが好き次のお休みは12日ですそれ以降はまだ分からん私は10日に来てほしいなみんな待ってるよ5月31日いけるかどうか待ってるよ参考にしますのどぐろは美味しいね食べたい 食べに行こう石川県に煮つけてーなー <laughs> 煮つけたよ面白いハタハタって知ってる魚ハタハタは煮つけが一番おいしいと思うあとカレーとかの煮つけだよねカレーは煮つけのイメージアジはや焼きやん言うてサバは味噌煮が好きかもポッチこんばんぜこんばんぜ 4月24日も会えると思う神田明神野外って何 ?5 月1日はあのクライマックスっていうやつに出ますもう一個クライマックスクライマックス日本海のお魚の方が好きですすごいおいしい本当に石川県にはみんなに1回は行ってもらいたい本当に神田明神ホール 4月24日待ってるねアイドルライブジャパンや待ってる待ってる野外って何野外ライブあるんだよ5ちたちあれ野外だもんねいつも前も出たのかなクライマックス嬉しいミスピーこんばんざいまた名古屋行くよ近くまで来るのになかなか会えない会いに来て11日だよ金目の煮つけも好きです金目美味しいそれは好き エスチケットなのに、金買ったやろう、だめだよ。ひでちゃん、こんばんざい。パンダ、タンタンティー、こんばんざい、美味しいもん食べて、ライブ見れる。そう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 。クライマックス、以前に撮影した記憶。あ、そうそうそう、前も出たことある。ね、前出た時、なんかね、お団子した記憶があるんだけど、クライマックス。これで,でっかいお団子つけ。 今年石川県に行くよっておいつだろう教えてね行く時は教えてくれ <laughs> お客さんのところ行ったらごちそうが出てくるから行きたいあまさかのパターンみんなで美味しいもの食べたいねみんなは何が食べたい目、ね、は 何だろうか <laughs> ついてくるのついていこっかなキャリーケースに入れていってくれるメンバ石川帰りたくて全然帰れてない全然帰れてないの帰りたくてしょうがないからちょっと一緒に連れてってくれる テレケースでいいよ、うん。和食うまいよね、わかる。私も和食が大好き。いろいろあって仕事が増えた。なんてこった。お疲れ様です。 <laughs> 今名古屋で行くじゃんで月末あたりはほぼ名古屋で過ごすからなんか名古屋で行きたいお店をピックしようと思ってちょっと調べてます休みがなくなる確率を上げてしまったそんなことできるのすごいね。 グリーン車手配しますキャリーケースって私の部さんがあっ <laughs> グリーン車に一回だけ乗ったことあるねんのよ私どうしてもそこしか撮れなくてすごい快適だったのを覚えてるこんなにも快適っていうぐらい快適だったのをすごく覚えてます気になるとこは結構あった でもどうやって行くかまだ分かんないからとりあえずなんか行きたいとこをピックして行けるとこ行こうかなって感じです仕事を3つとボランティア1か所大変だ名古屋編集はいけるのかないけるよ気持ち気持ち <laughs> でも今日の波動面白かったねずっとその話するよめいき 波動がおもろかったなす <laughs> 自分だったら攻撃特化かなって思いながらでも意外とシールドの方がうまいかもしれないよ日頃ねメンバーを守ってる大舎場なのでもしかしたらそっち開花するかもしれないやってみんな分からんけど面白かったよねあれみんなもやったらいいよあれ できるのか知らないけどあれみんなでやってみたいよねファンの人とファンの人と戦ってみたい結構シールド意外と使いこなせたらあの無鉄砲に撃つよりあれ絶対大事だと思うシールド発動のタイミングとかは結構大事だと思うんだけどだから無鉄砲に段数増やして撃ってっていうのもありだと思うけど ですごい頭を使える人がいるんだったらシールドに特化した方が勝てる確率上がりそうと思った。あと的は一つに狙った方がいいんだよ、あれ。多分。やり方があれだけど。がどうとか言われるかもしれないけど、全部一点集中させて言った方がいいんじゃないかなって私は思いました。見てて。結構こすいかもしれんけど。 シールドポイント上げたら複数出せるそうそうそう2個出しちゃってで攻撃に特化したやつで一方こうやってもう一個こうもう一人も同じ人を狙うっていうねどうやって見えてんだろうねあれちょっとた見てみたいそれは見てみたいけどあと私結構乗り物で酔うからあれつけてたら酔うんじゃないかなちょっと心配ではある可愛い,いもう可愛いすぎ <laughs> 結構でも本当になんか避けつつあの一点集中させた方がいいんじゃないかなーみたいな感じは思いましたラプター M さんこんばんはんばんは椎 s r m イです配信では初めまして初めまして現場には来たことあるってことか塩ちおし塩らさん あ,あアイコン見たら分かった最近すごいつぶやいてくれてるよねありがとうはじめまして SRMA ですどうもプタイムさんからメールどういうふうに写ってるか分かんないけど結構配信はバカなので <laughs> HK さんこんばんざいこんばんは、ありがとうございますお父ちゃんこんばんざい あれ一点集中したらどうなんだろうねいや狙い集中させた方がいいと思う多分でこう疲労を蓄積させてって最後のところで仕留めるぐらいがいいんじゃないかなって感じやっぱよ人間よけるにもやっぱ限界はあるから結構そこら辺は思いました見てて。 狙いを集中ね、絶対大事だと思う。エさあラメイさん、はじめまして。初めてじゃないのに。はじめまして、詐欺だ。メイさん、実は、福耳福耳なのかな福耳福耳だと思う意外と、普通やると思ってた。 メイさんは本当に頼れるリーダーって印象です。圧倒的な安心感と安定感があります。嬉しい。そう見えてくれてるんだったら、そのままのイメージを持っててほしい。私は。頼む。<laughs> 地方遠征はしないの地方遠征は、わかんない。名古屋は行きます。名古屋は地方じゃないのか。地方遠征、地方遠征じゃない違いは何遠征と地方遠征の違いは何 それはちょっと分からんけどわおあお沖縄行きたいのよ行けるように頑張るねお父ちゃんそれはちょっと行きたいわ沖縄は行きたいよやっぱり沖縄行きたい,きたいねほら来たよ明日明日 明日は何もないね明日明後って何もないんだみんなに、ね、会えるあれが4年前にも一回バンザイジャパンのパフォーマンス見てるんですよね4年前2017年何で見てくれてたんだ東京キャンドルとか仕事になりました泣いっていい 頑張れーでもマジで休みたいんだったら休むべきだと思う仕事嫌だったら,だから嫌だから休むっていう選択肢が取れないっていうのも重々調知はしてるけどでも別に何かを選ぶ権利はみんなにあるわけだからなんか絶対続けなきゃいけないっていう選択肢を勝手に提示されてるのはおかしいと思うからね てか今からね新入社員の人とか新入何新入学生とかいると思うんですけどなんか別に自分の中で居場所がないなとか思ったとしてもあの別に病む必要はないと思うしなんか別にそこが居場所じゃないだけできっと広い目で見たらあなたの居場所なんて絶対どこか昔のにもあるはずだから。 あった場所っていうものが絶対あるはずしそれ気に病んでなんかああなじめなかったなって思う必要性はないと思ってるので何誰だって嫌だと思う初めてのことって私も嫌だし私は結構新しく変わることが苦手なタイプだったからあのクラス替えとかそれこそ入学とかめちゃめちゃ嫌いだったんだけどでもやっぱね新しいことってどっちにしても始まっちゃうから。 そこでこういろんな生活とかコミュニティが広げられるのが一番いいのは分かってるんでそんなのはみんなも持ってるし分かってると思うんだけどでもそこでまあなんかなじめなくてもああここには私合わなかったんだなって思うだけでいいと思います私結構専門学生の時にななんかめちゃめちゃなじめなくなじめないというかまあちょっとトラブルがあってなんかめちゃめちゃ 人と仲が悪くなっっちゃってあの学校でもずっと一人でいたんですけどあの別にバンドリジャパンがあったから全然辛くもなんもなかったしだからきっとどこかしらに自分の居場所があればどれだけ嫌な環境でも意外と楽に生きていけるからみんなにとっての大切な場所っていうのを大事にした方がいいなと思います別に。他人人に合わせることなななんんんて必要ないよみんなの人生だもんね メイちゃんの目で語る感じが好きです <laughs> 明日休みの予定だったけど仕事になったライブないからいいや <laughs> 高校3年生おめでとうお宅休止してたんですけど最近復活してマンージャポンをメインで応援しようと決めましたありがとう嬉しい拒否権なかったダメ元だったらしいあらまあ、クラスに馴染めません まだ始まったばっかだからね、きっかけって何か難しい、いろいろあると思うけど。なんか、私、高校3年生のクラスが一番嫌だったんですけど。<laughs> あ、高3じゃない、中3か。中3のクラスが一番苦手だった。し、高1も馴染めなくて、でも、部活のコミュニティからクラスでも、なんか行きやすくなったりとか。だから、意外と突破校って色々あるから。 でもこんなこと言ってても私は本当に対人関係苦手な部類なのでマジメイでも生きていけてるから大丈夫だよこんばんざいルシルシこんばんざい4年前は8月の夏祭りの台湾ライブで鳥でパフォーマンスしてたのを見ました夏番ンザかな2017はでも一緒にやってないのか夏祭りの台湾どこだろう 新生活苦手なのは仮になるべく変化のない生活がしたいやっぱ安定をとるよね人間って私も安定が好きです中学生あたりからひたすらしのって急に重たい話いや生きてていいんだよきいちゃんこんばんざい新たに後輩が増えましたおめでとうどんな服が欲しいカジュアルな服が欲しい <laughs> セットアップとかなんか 文字とかよりはもうほんとシンプルな服が一番嬉しい絵とか文字が入ってるよりはシンプルなやつが好きです今日着てるのもシンプル全部シンプルで生きてます安定しすぎるとダメなタイプです 私は結構安定して積み重ねていきたいタイプだから人によると思うやっぱ刺激が欲しい人もいるだろうし4日にココさんに会いたかったですだって今生きてたからメイタン大好きマン大好きマンあそうじゃん2人ともいたじゃんそうじゃんそうじゃん といえばレナに言われて初めて知ったんですがメイさんと同すかうえい95年四 <laughs> 4回聞いちゃいたいっていた95年仲良くしような意外と同世代少ないんかな同い年少ないんだよ私たちの代すごいね少ないんだよねもともと あんまり出会わないから渋谷を散歩ししてきましたいいなメモ行きたかったな渋谷八渋さっきお買い物も行けてない今日行く予定だったんだけどでやっても買い物はあのボディーショップとかそっち系だったんだけどでも結局行けなかったからせいぜい私イノシシだよ ジュリアの一個下。95年です。仲良くしましょう。レナさんとも同い年少ないんだよねって話しました。そう、少なくて。だからずっとレナと二人、同い年は、同い年以です。同い年コンビで、95年コンビやってます。レナと、うん。意外とや言ってんのよ、年が。 十五歳バチバチの25歳です悪した次元でとある方と共演させました見たいなそれは <laughs> 妹と同い年マジなんかみんなの娘さんと同い年とか妹ちゃんと同い年って言われるからあ <laughs> 意外ななんでしょう意外なんか見えないって言われるけど25に意外と25なんだよあったいえべだけね来てくれて <laughs> ありがとうまた来てねみちゃんみ <laughs> たんしか僕ああ泣く泣かないで。 染めたいサプライズの協力ありがとういいえおめでとうって言っといてみんながねうちらをお祝いしてくれるようにうちらもみんなのことねなんか嬉しいこととかあったら一緒にこう共有したいなって思うから何かあれば言ってくださいめいさん若いんやな若くないよもう年だよ年アイドルとしては結構言ってるよ 全然歳だよ <laughs> 同じ会場にいるのに合わなかった合わなかったのね確かに一緒の場所にいたのに若くないよ全然 <laughs>「バンザイジャパン」でも下の方だったのがだんだん真ん中になって今はもう上の方になりました全然上の方だと思う だから島だとお誕生日が3日違いなので目が18で21だから3日違いなんですよ私の3日後にレナが生まれててだからその次に私が意外と近いのってジュリアなんですよ私ジュリアと半年しか変わらないからあの生まれる月が違ったらマジ同い年みたいなもんだから逆にフミとかはあの早生まれ だから結構悪イメージ同じ会場ねハゲちゃんこんばんざいメイさんと同い年のメイがいますこんばんざいこんばんざい,いやだなみんなが思ってる妹さんとか娘さんとかメイっ子ちゃんよりもちゃんとしてないと思われてそうしっかりしてないタイプの25歳ですありがとうお父ちゃん欲しい投げてくれて。 95年でですかほぼ同世代ですね,ね <laughs> 95年だよもうメイさんしっかりしてるうっそマジ知ってないよほんと意外と意外としてないのよしっかり実は「大好き」ってちゃんと言わなきゃね言って言って岸さんこんばんは、ね、こんばんは、ね、あ今ミスタードーナツが食べたわけでミスゾの抹茶が食べたいです ししっかりしてるイメージがほんと当嬉しい意外とねポンコツだからこないださジュリアにさ「いやこのポンコツだよ」って言われてあんたに言われたのないわと思いました いつもそういういい愛をしてるんだけどでも良かったジュリアがこけてなくて今回ハロードでね目はジュリアこけちゃうんじゃないかなって心配してたんですけどこけなくて良かったって思って水戸の,のって確かに食べたい食べたくてあれ美味しそうす,すごいのは「バンダイジャパンでジュリアだけにフォローされてないのが笑えるそれをメインに言われても、ね、絶対フォローされないよジュリに言った方が早いで。 同い年でやってますん何やって <laughs> 情に熱いイメージあーバンザイ・ジャパンに入ってからですねそれは意外と意外と目冷たい人だからそう映っているのであれば買われたのかなって思います会いたいの会いたいうん会ってほしいいつになるだろうね2人でお話ししてるとこが見たいな メンバーの誰にフォローされてないか分かってないま <laughs> あ別にフォローだけが全てじゃないと思うジュリアさん頑張ってたご褒美あげないと最近あげすぎいやでも推しめに対してさなんか褒めるとか,なんかご褒美あげるとかなんか好きだよって言うのってなんか上限がいらないと思うなんかもう推しは生きてるだけで偉いから推しは生きてあの 存在してくれてるだけで私にとってはマジ偉いからそれもだからその存在だけがもう尊いじゃないですかえだからもう常に毎日ご褒美です「100点偉い大好きだよ」伝えてあげるべきだと思う噂をすると配信するのがジュリアンさんですかうん噂をするとカドン T シャツ着て会いに行かないとえ本当よ早く来てよめいちゃんも生きてるだけで偉いから花丸やったー みんななににそういう思ってもらえるようになりたい存在してて偉いよやったね頑張ってるからこのクソみたいな世界で <laughs> クソみたいな綺麗な世界で頑張ってるからさこんなこと言ったらみんなに病んでんのって言われるかもしれないけどでも本当にね大変な世界ですよね生きてるってこのじ今現状でアイドル界がクソみたいって言ってるわけじゃないけど 今みんなが生きてるこの時代は大変だと思うけどそれでもみんなこうやって頑張って生きてんだからみんな偉いんだよ100点名言 <laughs> いつだろうね間ちがいないと無理無理パカちゃんもちいるじゃんメイさん100点偉い大好きああありがとう嬉しい尊し尊しね遠いよねマジいつも気忘れてメイさんに行けてない 気ああない人はジュリアですなんとかの住人ですんだメイターに会いに行くのがそもそもいつだかないつだ次のライブは10日です皆さん会いに来てねいやでも本当に推しは存在してくれてるだけで偉いと思ってて私はいろんな界隈があるからあれだけど あの女の子のアイドルさんとかはさ特にさ「恋愛禁止」とかの中でやってるわけじゃん。バンドジャパンはそんなこと言われたこともないからあれだけどまあでも実際そんなことしてる暇もないし逆に言われないからこそしっかりとあれやってるんだけどバンドジャパンは逆にねそのタイプなんだけどそうじゃなくてなんか私がの指名はさもう 学学校高学年ぐらい中学校入学ぐらいの当時からアイドルっていう形でステージに立ち続けててで修学旅行とかも行ってないんじゃないかなって思っちゃうマジでで普段だったら同級生と楽しくおしゃべりしてなんか学校帰りにプリクラとか撮ってなんか食べ歩きしてでなんか好きな人作ってフレストデートしてみたいな修学旅行行ってみたいな日常をくれたはずなのにその日常を 諦めてまで私たちにこうなんか生きる気力とか,なんか幸せとか笑顔とか届けてくれてるからだからもう推しはそれだけでもうステージに立って息をしてくれてるだけでもううんですね。えだからあの推しは尊い何をしてても可愛い。 たとえビジュアルがその日可愛くなくても可愛くないことがもう可愛いしもう全てがいいんですよわかりますもうほんと天才だと思う歌をちょっと外してもあ、もう可愛いねってなるしもう天才だねって私は全押し面全肯定派の人間なので可愛い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 偉いよいいよ100点だよって甘やかしたいタイプだからみんなが甘やかしすぎかなとか言うけどそれが正解だと思うだって押しメンは生きてるだけで偉いから いいいだって会いたいね今の時期だとライブあるだけでもきょうだいはまた出てなくなるか分かんないこの世の中10日まで買い物ができない貧乏人になってますマジライアンどうしたんメイさんの言葉素敵すぎて泣けるああ泣かないで <laughs> 推しには幸せであってほしいいやほんとにそうだから幸せな人生を歩んでほしいんですよおしにはそのためだったら私はどれだけでも課金するよおしにみつぐみつぐ じゃあ甘、ま、やかして YouTube アンドリューは友達だからずっともだよ <laughs> また長々ツイートしてんの今はこういう配信があるからありがたい確かに配信を通じて会話できるからねセンス壊した可愛いってなるあでもセンスを壊すのはねほんと備品壊してるからねマジでいつもステージ裏で同意出してる <laughs> 願いば集中忘れてもかわこくないなのもいいかね <laughs> 画面の向こうで喜んでる姿はこちらの喜びになりましたいいことだ 楽曲ごとに僕の好きなポイントを書いている。ありがとう。だからみんなも自信持っておしめんかわいいねって言ったらいいんだよ。おしめん好きだよって、おしめんかわいいねって言ってもありがとうって。その言葉があるかないかだけで結構変わるし言うて。でなんかそこで会いに来てくれたら余計にプラスになるし。別になんか会いに来ることが全てではないけど、なんか 私たちが直接目に見えて皆さんを認識できるのってその場所だと思うんですよその会うっていう会いに来てくれるっていうで初めてして事情から皆さんを認識してこう初めてなんだろう目に見えて実感できるのはそこだと思うから一番は応援してくれる存在が本当にいるんだなっていうのを感じられるっていうのだから 会いに来ててくれたら嬉ししなって思うしでもこうやって配信のコメントだったりとかどれだけ夜中にあっても皆さんコメントしてくれたりとか Twitter で拡散してくれたりとか遠征に行くために遠征に近くに行ったら会いに来てくれたりだとかそういう一つ一つのことが力になってるからそのおしめんすけだよかわいいねってその一言を伝えるだけでも私は応援だと思うから自信持って可愛いねって言ったらいいんだよ。大変なことになってるの 卒業した推しが結婚とかするとかなり嬉しくなるいやしたほらいいと思うアイドル辞めたんだったら結婚して幸せになってほしいしさてこんばんはこの間いたねめいさんと話せる配信「幸せ推しめ最高に可愛いです」お父ちゃんも可愛くなってびっくりしたよ本当にこの間写真見て文字数が足りない作文にした方がいいかもしれないゆきの推しめは可愛いよりかっこいい <laughs> かっこよくなりたいサミーこんばんざいこんばんざいあいましたねおいるじゃんと思ったサートいいんじゃんって思ってヤホーサート言って思ったサートいるじゃんってなりました <laughs> ちゃんと結婚できるかお母さん目線で心配しちゃういやほんと結婚してね幸せな家庭を築いてほしいよ私は。 ね、親の仕方もそれぞれだからねでもね会いに行けないから「僕は」とか言われるとそんなこと思ってないのになと思うからねあんまりんな自分を無限にしないでもらってでもだからって「いいね」とかね「リップを強要しちゃダメよ」 1> ダメよ1年ぶりに見て最後のダ線救われて声が出た知らない曲あったんじゃない結構1年ぶりだったのマジなんか配信とかいつも来てくれたまに来てくれるから1年ぶりって感じしんかったね応援の仕方もそれぞれうんほんとそれほんとそれよほんとそれほんそれ 曲,2曲を初めて見たでしょ意外と曲増えてんだよ今びっくりするぐらいに1年ぶりもあでもまあコロナとかもあったからね今リプ来たら今でも驚くもん来るんだって <laughs> それはそうびっくりするよね私もリプがもらえる世界線というかもともとが SNS とかやってるタイプのあれじゃないから。 公式しかないタイプのグループさんだから1曲目は良かったあ浮世和歌ねあれかっこいいでしょう私も浮世和か好きかっこよくてまさかね新木場のメインに立てる日が来るなんて思わなかったしそう思うとすごく嬉しいよね リップ来ない前提でメイちゃんにリップしてる <laughs> パパさんこんばんはい全曲のアルバムを初心者向けにくださいいやほんとだよみんなにね届けたいねリップ強要できるぐらいリップをしなければ <laughs> たまにしてますメイさんに会いたいいや会いに来てください私はねみんなが会いたいって言ってくれて嬉しいしでも待つしかできないからそゃみんなの家にね一軒一軒回りたいけどできないからね 会いに来てくださいいつでもお待ちしております昨日の夢に目が出てきたおっいいのか悪いのか嬉しいですねいい夢だったらいいな今月もね s h o l l m のフォロワーさんが増えるように頑張りますのでもしねまだフォローしてないよって方いたらぜひぜひ s h o l u m もフォローしてねいやそうほんと SNS なかったしさ握手すらなかったからさ でも今近い距離にいてくれてありがとうとでもあんまり近く来られるとちょっと引いちゃうから私は今年中にはまた会いに行きますのでお待ってますフォローしますありがとうアンドリューしてくれてるんでしょどうせさすが 近く行くと弾いちゃうのあ押推しがねファンの皆さんは大歓迎ですよ <laughs> 引弾いておけますとか言ってるけど別にファンの人に対しては思ったことありがとうエッチマンドリューありがとう綺麗だよさすがだろさすがさすがすぎて素敵だね会いに行ける環境が本当ありがたいねだから一度待ってますねいい笑顔 今週も土日ライブがあるので会いに来てください。日曜日は私、都内にいないんですけど、土曜日は2本、東京にいるので、会いに来て。両方いるよ。なんと、館内ホール、遅い時間だけど、いるので、会いに来てね。2本下がります。まあ、今、ソーシャルディスタンス大事だからね。守りたい、その笑顔。<笑>守って どっっか行っちゃうの日曜日は行っちゃうのよ土曜日は2個あって神田明神とえっと館内ホールあるんだけどそれは両方出るコメントが親とのラインぐらい雑になってですまんええんやでそれぐらい気楽な方が私も嬉しい名古屋飯食べられんともうなんかも余裕ないと思います普通に行って帰ってくるって。 からいないのかと思ってましたわ。そう行くからいないの。でもいるの。都内はいるからよろしくね。久々なんじゃない。私がこんな時間に配信してるの。チェキク取るときめっちゃ遠い人。いや本当よ遠すぎよ。あ一時間喋ってた。ほんならそろそろ終わりにしようかな。 はいということで皆さん今日は波動からたくさんありがとうございました今日やってきたお仕事またすぐにそのうちん結構近々あの言えると思うので楽しみにしててください止まらずわかんない全然いつやろうちょこちょこおらんくなるからいついるのやら土曜日はいるおつめいたんゆきりちゃんおつめいたんはぎちゃんおつめいさんお疲れ様ありがとうみおちゃんお疲れ様でしたブラーボーありがとう はいということでまた明日,明後日あさっても配信はするのでライブはないけどそして10日はライブがありますし都内で2本11日は名古屋で2本ライブがあるので皆さんぜひ会いに来てくださいお疲れ様ありがとうふるまもタカちゃんもかつさんもありがとうののちゃんありがとうおつまちゃんとお風呂入ってね頑張るありがとう潤さんバイバイココちゃんありがとうまた明日も配信するから待っててね はい。ということで、以上、バンドジャパン、石川県の伝道師、イエのネサルメイでした。また明日お会いしましょう。バイバイ。おやすみなさい。うん。のちかちゃん、お疲れ様。ありがとう。大好き、ありがとう。バイバイ。